今回はヘッドライトについてです。集魚灯というものがありますが、大体の方はヘッドライト照射で魚を散らせてしまった経験があるのではないでしょうか。そこで最近は魚を刺激しにくいということで赤色のヘッドライトを搭載する機種が増えてきました。魚を刺激しにくい、にくいというあたりがいろいろな仮説があってアバウトになってしまう点だと思いますが、魚によっては視覚、嗅覚が発達しているものもいるらしく、本気で釣りをする場合、テクニックだけでなく生物学的な目線でやっているアングラーもいるのが事実です。そしてナイトゲームが効率良いターゲットもいる。動画撮影としては光源も欲しい、わがままな YouTuber の検証結果です。それではどうぞ。庄屋灯とは別に手元が見えますね。撮影としてはありです。日曜の夜なのでかなり叩かれた後かも。今回使用したライトはこちら。概要欄にリンクを貼ってますので気になる方はチェック。前回来た時よりは活性自体は低そう。我慢の時間が続きます。赤色のライトで堤防は赤く映ってますよね。赤く照らされたルアーって魚からはどう見えるんでしょうかね。この時とある発見をしました。すぐヒットするはずです。エッグチェーンでまず1匹。先ほど気づいたというのは
赤色 LED に照らされても散らないだけではなく、目に赤色が反射して群れの居場所を教えてくれたのです。本当にびっくりしました。目視できるので、もはや作業としては食わせられるかだけ。ナイトゲームでルアーを追いかけるメバルを見れるとは思いませんでした。追いかけてきているので興奮はマックス。もう少しゆっくり巻けばよいのだろうか。バイトの瞬間が見えた。こんなのチート。100% 群れの中を通せるので、ワームもずらされまくり。ルアーチェンジ程度の明るさだと体験できないかも。